フェアプレーでいくと誓った矢野徹、言葉宣言通りですよ、両手ダックスしましたよ、同門対決。いやしかしアクションでいきなり青木のマットすでに外している、誰も気づいていない、レフェリーも気づいていない。先制攻撃、いきなりの反則、しかし体にぶち当たったのは矢野徹でしたが、後藤博之。さあ T シャツ公式からの丸め込み、逃げ場のない、しかも至近距離でのヘッドバット3発、矢野徹の動きが止まりました。さあ担ぎ上げての、素晴らしい、いやいや、後藤はあくまで後藤博之ですよ、はい、貫き通します、勝っても負けてもね、後藤貫いてますよ。さあ早い仕掛けだ、 GTR 決まった、決まった、これ決まった、バントは、いや3つ入りました。まあ、こうなってくると見据えた先というのがまた明るく見えてきますね、はい、ディスティーノー今仕掛ける、いや担ぎ上げた、さらにレフリーに預ける、投げ飛ばした、無法地帯だ、確信犯でしょう。さあそして弾丸はだ、確信犯だこれは。さあそして今イービルだ、イービルです、八王子のお返しと言わんばかりにイービル、八王子の対パレスランニューと救出で、さあ彼も来ている、さあ総力戦となってしまうのか、バレとイービル、イービルがロープへ、なんと交通事故のような衝撃だ、中止も来た、構図は3対3、しかし武士が武士に使ってしまった、グラネードでインターサイドオフリー、武士がロスリーから窮地を救った。さあ狙っている、ランニングしての、いや抱え上げているのは、いやダワトンガでしたが急所、誰も見ていない、レフェリーは見ていない、急所攻撃にガンスターは行かせない、レフェリーがまだダウンしてますよ。さあ急所攻撃の開始だ、これでオアイコリングに戻りました、決められるか、その目の前でデスティーノー決まった、カウントは今3つだ、バレットクラブ OG だけじゃなくてロスリングオベルナブレスで半ボンドの絆も感じますね、はい、怒りを隠しませんでした、もうフェンスを蹴り飛ばしてましたよね、はい、ただ一瞬に関してはよく知ってますからね、はい、お互いにね。さあザックが今度は挑発的な行為、逆水平一発、これは分が悪いか、しかしなんかザックの誘いという可能性もあるんですよね、石井がダウンさせない、誘いであろうが何だろうがお構いなし、石井は石井の戦いが、なんだこれは。さあラリアット、しかし待ち構えていた、前方に回転しましたね、腕を取っている、腕しげ、石井のクラッチは外れています。さあしかもカバーの体勢か、いや腕一本だ、ガツヤギでスタップ、しかし離せない、逆転逆転逆転、そり上がっているなということだ、逆方向にねじ曲がりましたね、勝負どころ逃さない、さあ来るぞ、取った技でしたが振り出すことかなわず、さあ切り返している、回転した回転して切り返した、さあ今度こそ決めた、さあこのポジションはケリーにとって最高のポジション、上から打ち抜いた、見られた、ジュジュース耐えられるか耐えられるか、ケリーは勝負に来ますよ、その体から力が、さあ担ぎ上げたぞ、前は着地、さあ丸め込んだ、2年連続か、そうはさせない、同じ過ちは繰り返さない、膝担ぎ上げた、肩よくも前進、2回中央だ、カウントアップ、ケリーが US のベルトを受け取ってジュースの方に持って行きましたよ、自らのヘビーのベルトは肩口に、あ首をアイシングして叩いてるようですね、健闘ね、さらに場外で、ね、何を狙うのか、ダティケをかわしてラリアットかわした、エプロンからラケルダー、真田を立たせて何を狙うのか、ラストライドだ、いやいやいや、逃れた逃れた逃れた、サラダが切り返すが、赤コーナーエプロンへ、スワンダイブのお返しだ、なんですか今の衝撃は、さあこのまま
ましょう。武藤敬司のデックスキル。なるほど。スカレンド。スカレンドが決まりました。入ってる入ってる。首に首に集中していたその攻撃。かっきりか。へし折りか。どちらの方向へ逃げていいのか方向感覚今失ってますね。でもとにかく動かないと。さあ今真田が対処しました。話しましたか。ということはスカレンドからのダンディングボディ。決まった。黄金カードの始まりですね。もしかしたら連勝も数えたの始まりになるかもしれませんね。